中の小村くんどうなってるの？僕の心はあなたに独り占めされています。なんかめちゃくちゃイチャついてるみたいになるけど、もう完全に保護者ですってこと。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、好きな子がメガネを忘れた第6話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました、好きメガですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第6話折り返し直前というところではあります。早いね、もうあっという間だね、この尊い作品は。なんか前はこのちょっとずつ進んでいるようで、こう見ていると気づけばこんなに近づいているのみたいな感じになってて、やっぱりこの尊い作品っていうのは本当にマイクル供給してほしいなと思う今作なわけなんですけれども、まあ前回バレンタインが終わりまして、さあクラス替え、席替え、クラス替えじゃなくて席替えか、席替えが行われていくんだけれども、もう宮さんと小村くんはあの隣同士だったからうまくいったんじゃないか、どうなのか、いろいろと気になるところがありますので、今回も注目してやっていこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ行きましょう。さあガヤガヤしているわけで、そんな中で、さあなんだ、またメガネを忘れている。さて検証、なんか何かを見つめてる。あら、何、あら、そうなの、かわいい。あら、クーポンかケーキ。うん、うん、あー、そうね。あー、もうポストだいぶ減ったよね。やばいね、そうだね、一緒に行こうよ。でも今回、あら、あら、やばい、あら、コンタクトしてんじゃない？はい？いやん、お、やばい、みえさんどう思う？いや、でもちょっとみえさんの案内をしないといけない。みえさんを優先する。そうね、あら、どうしたの？さあ、もう距離感が近くなっているからこそ絶妙な感覚になっていくわけですよ。正直さ、何回かコンタクトしてるでしょ、ぶっちゃけ思ってたけど、前回ぐらいから。今回とか今コンタクトしてんじゃない？なんか隠してるんじゃないかなっていう風に思う。っていうか、わざわざ言うまでもないからみたいな、メガネ忘れたでしょっていう風に言ってないからみたいな。もともとポワポワしてるからね。だからメガネをかけてようがかけてなかろうが、あれなんじゃないかなっていう説はある。見えても見えなくても変わらない部分っていうのはすごい強いんじゃないかなっていうふうに思う。見えないから近いんじゃなくて、見えてても近いんです、そういう感じ。さあ、ほら、だってオープニングでもメガネをわざと置いていってる。どっちかな、それ気になるよね。でも僕はそれあると思うんだよな。コンタクトにしてる説っていうのはあると思うんだよな。いやー、めっちゃいいな。で、教えて。オッケー、いいね、最高。さて2年 B 組。さあ、もう3月ぐらいになるけど、クラス替えはなし、新学期を迎えた。さあ、三重さんからすごいオーラが出てるけど、あー、引っかかってる。あー、もう
あら。あら、無理してない？おう。いや、どっちだろう。これコンタクトしてるんじゃないの？以前からしてるでしょ、絶対。さあ、みえさん。見えてない？どっちだろう。これで、はい。これでわかる。やばいか、今回は多分コンタクトしてないかもしれない。これはあれだな。ん？ああ、そうか。黒く見えてるんだ。さ、サポート。かわいい。やばいやばい。あははははは、独り立ちするのですみたいな。ん？やばいやばい、ごまかしたごまかした。である。そんなトリビアの泉の八島さんみたいな。もうなんかこの言葉にならない声が可愛すぎるな。移動教室。あ、どこか、第二だと思うな、その一は。あ、いいじゃん、いいじゃん。助け舟。やばいやばい。あの、三重さんの中の小村くんどうなってるの？多分第一いっちゃいそう、第二だよね。多分ね、上だもんね。第二の竹冠の下ぐらいに線があったもんね。おう、マジで20代すげえな。そんな特化してるの？大事だよ、三重さんだもん。あー、間違えてる。やばい、いないよ。第二だね。大丈夫かな。でもちょっと迷惑かけてるっていう風に思ってる節もあるんだろうね。なんかちょっとあれなのかなっていう風に思ってるよね。でもそんな時に小村くんは、そんな時に小村くんはいてくれる。あら、気を使い方が。あら、間違えた三重さんを気遣って。あはは、ややこしいよね。関数字はね、だってもう、あら、あらあら、道徳。あそうね、それだけでも嬉しくなっちゃう。わあ、ダメじゃない。あら、そんなこと言われたら僕は好きになっちゃう。僕の心はあなたに独り占めされています。いや、もう
あら、独り占めしていいんだよ。そうね、でも本当にちょっと心配なんだよね。あ、近くにあった？あら、よかったね。やばいなぁ。この喋り方超可愛くない？ああ、確かに。コインゲームいつもなくなっちゃうんだよな。なんでコインゲームって永遠続けられんの？永遠になくなるんだけど。入れれば入れるほどなくなる。理不尽なゲームだと思っている。一番大事、マジで。まあ、友達も大事だけど。まあ、とはいえ、でもやっぱりみえさんと一緒にいたいという思いが。そうね。そういう気持ちがある。わお。あれ、あのメガネくん、あのメガネくんは一緒じゃないの？もうすでに魚を釣ってるかもしれない。うん。そうかな、あっという間だと思っちゃう、僕。さあ、まあクラス替えはなさそうだね。そうね、早いよね。いやもう本当に小学生ぐらいだわ、1年長いなって思ったの。わあ、もうそういうもんじゃない。あら、腰が痛い。さあ、三重さんと赤坂の浜屋か。さあ、三重さん可愛いな。すごい、なんかでも保護者みたいになってるな、小村くん。お、皆勤賞、東くん。あら、あら、え、皆勤賞って表彰されんの？すごいな、すごいな。メガネなしで皆勤賞。皆勤してたのか。言い方ちょっと面白いな。あ、怒ってないな、みんな。メガネが。そうね。すぐには遠出したい。そうね、三重さんを助けないと。もう可愛すぎるくらいに。でも周りの子も可愛い。東くんもイケメン。そうね。あら、ここら辺だっけ。ここだったわ。あら、なんかめちゃくちゃイチャついてるみたいになるけど、あの、すいません、あの皆勤賞を出しにイチャつかないでください。校長がやばいやばい、めちゃくちゃイチャついてる。これもう僕目つきより気になる、そんなことされたら。やばい、手の感触を味わい尽くしている。めちゃくちゃ怖え。怖え、やばい。そうね、緊張するね。お？あら、あら、メンダコ好きなんだ。もう可愛すぎるな。もう完全にイチャついてます。イチャついております。もう可愛すぎるこの二人。
うん、三重さんはね。それで知れば知るほど面白くて優しくて可愛い子だと。あ、はい。あら、手を振って、もう完全にイチャついてる。もう全校生徒注目のイチャつき。すごいな、解禁書を送りますと。履歴書に書けるね、解禁書。ある種資格とねだからな。やばい。楽しいことを考える。顔緩みすぎて、あのふさわしくない表情とか言われない、大丈夫。三重さん関係ばっかりだ。やばい。楽しかったことが三重さん絡みばっかりでございます。あら、もう好きです、もう好きです。さあ、すごいな、1年早いね。でもなんやかんやね、三重さんとずっと一緒に過ごしまくり。あら、そうか、好きになって1年間三重さんのことばかり。あら、いいな。さて、赤外地獄、次回国では赤外するってやって、東くんにちょっと脳みそが破壊されそうになってたけど、小村くん。わーお、やば、今回も担任はハゲか。わお、マジ？そうなの？なんかとんでもねえな。もうだって学年で、学校生活で一番の楽しみじゃないか、席替えって。月一でやってほしいわ。さて、三重さんの隣がいいな。もう三重さんのことばっかり心配しちゃってる。角だ。あら、さあ、三重さんはどこだ。三重さん前の方じゃなかった。やばい、東くん脳破壊ルート。あら、あー、やばい。まあでも仕方ない、もう完全に。あ、小村くんの視線に気づくんじゃない。わお、三重さん番号違うとかない。あら、隣なんか可愛い子、好きです。やばい、小村くん探してるんじゃない。あら、やばいな、東くんがパス。あ、ナイスパス。あ、でも小村くんの位置が分かれば私の位置も分かる。いいなあ、イケメンアルファ。さて、もう完全にソナーの役割になってない。あの子があそこだから反射して小村くんがあそこの辺。やっぱり席間違えてる説ある？見えてない ?27、29、2個後ろ ?25、2個前。あれ？違う、36が。あら、テオ！なんてイケメンなんだ。やばい、あ、優しい、好き。三重さんの隣にな。あら、あの子、ああ、あの見え込むぜ。おお、陽キャになってしまうかも。もう完全に保護者です。そして小村くんを探知する。かなり遠くなっちゃったね。でも
まあ、でも小村くんの位置が分かれば、小村くんの隣は私だから、小村くんの隣が私の位置だから。ん？あ、クラス替えもやったんだ。かわいい。やばい。やばい、見え込む。見え込む原理主義になってほしい、この子に。やばい。あ、優しい、好き。好きになっちゃう。樋口さん、好き。ちょっと遠いな。前後ぐらいになると思ってたけど。かなり遠いね。小村くんが目が悪いふりして前に行くっていう展開はないかな。あ、わかる。いいね。だいぶ前だな。前後ろだな。さてさて。お？何？樋口さん？なんかあれしてくれる？うん。そんなとこから行く？そんなとこまで？あら。いいのか？え、何？あら、結局隣になってしまったな。一番前になったからこそだね。まあでも隣だな、ずっと。まあ、あの、三重さんの目の悪さ的に多分前でも後ろでも変わらない説はあるよね。さあ、完全に定位置。だいたいこうなるけどね。あ、でもそうか、でも一番前でいいならいいのか。うん。あら、もう合理的理由。そして小村くんの隣も入れたし、まあ本当にそう、目の悪さ的には多分三重さんは前でも後ろでも変わらない。あら、もうそんなこと言ったら好きになっちゃうんですけど。いる。そうです、そうです。今何、え、何違うってこと？ね、顔がめり込んでる。計り知れない。もうちいかわになっちゃうもん、マジで。やばい、頭にキノコ生えてないかな、僕。あー、もういいなー。もうさー、もうさー、悶絶してまうんですけど。いや、もう行為が、行為が、もうお互いのラブが、矢印が、てててててん、壊れてしまいますわ。はい、メガネが。メガネがない、メガネがない、長いはまるで魔法だ、まだ知らないガール。いや、でもこの三重さんの魅力は、でもちょっとキャストさんもでかいだろうな、これ。このさ、何なんだろう、丸み、丸みがいい、すごい。もうさ、三重さんっぽい感じ、この丸みが。人柄の丸さが、もうなんかぴったり合ってるんですよ。あー、もう、え、あら？あら？やばい、こう見え込む原理主義がもうちょっと頭おかしくなってしまうかもしれない。さあ。あら。今回は、メガネが、メガネが、メガネが。やばいやばい、小村くんが持って帰ったら多分とんでもないことになっちまう。あら、持って帰った。大丈夫か。ただで、ただでさえ小村くんは好きな人に対しての思いがすごい膨らむタイプなのに。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、この尊い作品特有ですね。関係が進めば進むほどですよ。
もうギュン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 壊れてしまうこの心というところではあるわけなんですけれども、いやもう関係が進むたびに面白い。関係が進むたびにその進んだ先の関係をどう処理したらいいかわからないというこの学生特有の距離感に僕はもう心がやられてしまうわけでございますよね。いやーなんてことだなんてことだなんて素晴らしいんだこの作品はというような感じではあるんですけど、いやでもやっぱり和歌山さんが素晴らしいな。この丸みがいいんだよね。なんかやっぱりこんなんかやっぱりねなんかねやっぱり尊い系でなんかおとなしい子ってなるとやっぱり全体的にウィスパーな感じが多いじゃないですか。優しい感じというかふわっとなんかこう空気のような清涼感のあるようななんかウィスパーな声質の人が多いような気がするんだよね、僕こういう尊い系の作品の女の子って。うん、それでこそ本当に僕やばね山田とかもそうだったじゃないですか。山田ちゃんとかもあれはどっちかっていうとウィスパー寄りだったと思うんだよね、あの陽宮さんの声とかも含めて。うん、それがさこのさおとなしい子でも声に丸みがあって力がちょっとあることによって三重さんの意志力的なものも若干感じるんだよな。だけど意志力的なものあるんだけど三重さんの性格がポワポワしてるからそれがうまいこと隠れてる感じがもう絶妙。これキャスティングのセンス半端ないっすね、マジで。あー半端ないっすよマジで。これねセンスに溢れた作品だと思う本当に。なんか原作ももちろん素晴らしいんだろうけどそれ以上にやっぱりアニメそれ以上っていうかあれだけどそれを何倍も良くしようとしているこのアニメ制作人のセンスが半端ないなっていうような印象がめちゃくちゃ受ける。本当にあーいやいいな、原作の魅力をこれでもかこれでもかと引き出しにかかっているんじゃないでしょうか。なんと素晴らしいんでしょうこれはね。いやいいな、もう僕もあのクラスにさ入ってやっぱりこう見ていたいよ。僕はずっとこうやって腕組みしながら今日も三重さんと小村くんやってるな仲良くよろしくやってもうすなみたいなことを思いたいでござりますでござる殿。あーたまんねえぜマジで。いやいいなこのさなんかもうさ解禁賞の時のこのイチャつきとかもさもうたまらんでござすし、いやもうクラス替えの後後ろに行ってもうなんか隣にいたいみたいなさ、三重さんはさしっかり感覚として形に残してないというか言語化してないだけでもう大好きなんだよね小村くんのこと。もうねひとたび好きとなったら気づいてしまったらもう誰も止められないっすよ。もう止められない誰も。ああ、もう三重さんの気持ちは溢れて止まらない。どうしよう。今まで通りに過ごせないみたいな、そういう感じあるんじゃないですか。あるんでしょ。僕は期待しておりますよ。好きって気づいちゃったら、今までのように近くに入れない。近くに顔をこう、覗くなんてできない。恥ずかしい。どうしよう。近いなって思われて、嫌な女だなって思われたらどうしよう。さあさあさあ、来てしまうわけです。今まではこうニュートラルに付き合ってくれる男の子から嫌われたくない男の子になってしまったらさ、三重さんからどうなってしまうのだろうかみたいな。そんで小村くんは嫌うわけないんです三重さんのことなんてっていうところで、もう前は前は尊いが爆弾のようにドン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 と来る。もう東くんともう染谷さんと同じように二人の恋路を見守りたいというところで、今回はこんな感じで終わろうかなというふうに思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればいろいろといただきたいと思いますので、以上好きな子がメガネを忘れた第6話でした。バイバイ。あ、心臓が持たない。